年金の保険料を安くしたいというご質問ですが、ほとんどないですよ。その安い給料から高い時の保険料、給料で計算した保険料は取られ続けると。働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大槻解説チャンネル。はい、どうも、社会保険労務士の大槻です。はい、今回アシスタントを務めさせていただきます原友です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近の時事ネタって何かありますか？最近の時事ネタ、まあ、本当はね、いい話題がいいんだけど、うん、まあ、一番の話題というと、まあ、まん延防止等重点措置。あれですか、今なんかよく言われてるマンボウってやつ。そう今初めて聞きましたよ、正式名称。でもね、さっき覚えたばっかだね。そうですよね、もうなんかマンボウっていうのがもう、うんうん、ニュースでね、日々見かけますけど、うん、あれ、具体的に何なんですかね。これ具体的にあるの、うん、緊急事態宣言知ってるでしょ。はい、緊急事態宣言があったのは知ってます。あれとの大きな違いは、1個が、うん、例えば都道府県ごとではなくて、はい、例えば東京都なら東京都の中央区とか、うん、港区とか、うん、そういうエリアを絞ることができる、うん、ここに対して出しますよってこと。え、緊急事態宣言は、まあ、もっとね、ざっくりだから東京都は東京都でやるんで。確かに広範囲ですよね、うん、そう、うん、だから東京っていうと、いわゆる大島とか新島とか ああいうところまで入ってくるでしょ。はい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 。で、こっちのマンボウの方は、うん、マンボウ、マンボウ、うん、まあいいや、マンボウの方は、うん、その区を選んで決められるから、ああいうところを外すことができるってこと。じゃあ、こうより細かく、うん、ここのエリアだけマンボウです、うん、みたいな、うん、そうことそう。あともう一個が、はい、休業要請って緊急事態宣言したんだけど、はいはい、あれができなくて時短要請を、うん、時短、休業は休むけど時短は時間を短くて、ね、そう、はい、だから、まあ、あんま変わんないって言われるのがその辺なんだけど、もともと時短だったじゃん、緊急事態宣言。そうですね、なんか8時にはとかってね、うんうん、やってましたよね。あれが、休業じゃなくて時短要請をしたのが、うん、まあ、今度も時短要請ができるんで、うん、まあ、そういう意味ではあまり変わり映えがない、うん、じゃないかな。まあ、いずれにしてもちょっとね、うん、早くなくなってもらえると。そうですね、まあ、苦しいが皆さん頑張りましょう。頑張りましょう、うん、ということで、そろそろ、はい、次に行った方がいいと思うね。そうですね。はい、じゃあ今回も視聴者の方からご質問をいただいております。はい、はい、お願いします。はい、25歳の会社員ですが、年金保険料について質問です。はい、将来年金を当てにしていません。なるべく保険料を安くしたいと思ってますが、何かいい方法があれば教えてください、ということですね。はい、はい、年金の保険料を安くしたいというご質問ですが、はい、まあ、結論から言うと、うん、もうほとんどないです、そんなものは。ないんですか？ない、はい、うん、まあ、ないっていうか、あんまりね、効果的じゃないっていう方が正しい言い方なんだけど、うん、はい、これおそらく勤めてらっしゃる方で、うん、入ってる保険って厚生年金保険料、はい、厚生年金入って厚生年金保険料を納めている人だと思います、はい、ちなみにこの厚生年金保険料ってどうやって決めてるか聞いたことあります？厚生年金保険料、なんだろう、うん、決め方ですか、うん、給料に対してみたいな感じですか？すごいざっくり。そう、ざっくりざっくり言うの、給料があって、うんうん、その給料をなんかね、こういう表があって、はい、厚生労働省が出してる、はい、その表に当てはめると、うん、いくらって書いてあるのね、その保険料が、はあはあ、だから何万円から何十万円はこの金額ですよとかって、うん、はいはい、あとはもうレンジで決まってるんです、はあはあはあ、レンジで、ね、なるほど、うん、だからそれが給料が高い人ほど、うん、そのレンジも高いところになって、
なんか比例していくってことですか。そう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 、給料と払うこの年金保険料が。そうそうそう、うん、はいはい、そっちの説明の方が分かりやすかったね。いやいやいやそう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 、なるほど、うん、え、じゃあそっか、難しいですよね、うん、なんか稼いでもよくあるあれですか、うん、なんか給料から天引きされてたいくらみたいな、うん、なんかこれぐらい引かれてた保険料がとかって、うん、そう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 、みんな言ってる、うん、で、うん、これがね、その先あんまり知られてないんだけど、はい、じゃあその給料が出る月ごとに保険料が変わるのかっていうと、うん、これ変わらないの、変わらない。ん？だからさっき表に当てはめるって言ったでしょ、はい、その表に当てはめて出した数字はある一定期間は使い続けるってこと、うんうんうん、じゃあ残業が多かろうが少なかろうがこの決まった額で保険料は払っていくことになります、うんうん、それいつ決めるんですか、基準。そう、え、そう、そのねこの質問が出なきゃどうしようかと思って、ね、出ました。そう、出ましたこれ、はい、いつ決めるんでしょう。これ決めるのが4月、5月、6月、はい、これの平均の金額を取ってそれを基本的には1年間使う。あ、じゃあ1年更新なんですね。そう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 、1年間の4、5、6月の給料で決める。そう、4、5、6をの5の合計を、まあ、3であれば平均した額を出して、うん、その金額を基本的には1年間使ってくる、まあ、9月からなんだけどね。え、じゃあもし極端な話、うん、6月以降にめちゃくちゃ給料上がったとか人がいたらどうなっちゃうの。ね、そこまでいくとねちょっとね説明がややこしいんだけど例えば昇給とか、昇給って給料がそもそも上がりましたとか下がりましたっていう人はそっからまた3ヶ月間の平均を取って決めるんだけど。あ、そうなんですね、うん、だからこの昇給も高給もしない人っていうのは4、5、6月の平均額でいくので1年間の納める年金保険料が決まる。そうそうそう。おで、ね、そこだけ聞くと、うん、じゃあいいじゃんと思うんだけど、うん、これは1個違いがあって、はい、例えば4月、5月、6月に、うん、うっかりむちゃくちゃ残業したとするでしょ。はいはいはい、なるほど、はい、そうするとその残業をした平均額を取るわけこれ、うん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 、で、7月になって、うん、もうちょっとやる気なくしてパッタリ残業しなくなるとするでしょ、はい、そうすると当然残業がない給料なんだけど、うん、その安い給料から高い時の保険料、給料で計算した保険料は取られ続けていくと。え、じゃあ4、5、6って残業したくないですね。じゃあだからうっかり頑張りすぎると、はい、保険料が高くなる可能性がある。じゃあ残業は7月からしたらいいですか。ただね、そういう調整が果たしてできるのかって確かに可能かどうかっていうのがあるんで、まあ、あんまちょっと難しいんじゃないっていう話をね、結論でしたのがこういう理由です、はい、そういうことか、うん、なるほど。でも将来年金を当てにしていますってこの方は言ってるんですけど、うん、ちなみに年金ってその働いたらどのぐらいもらえるんですか、うん、働いたらどのぐらいもらえるの、まあ、給料とかにもよって変わってくるんで、はい、なんとも言えないんだけど、まあ、どれぐらいっていうのはその給料によって変わるんだけど、うん、割と言えてるのが、うん、まあもらう始める時期が確実にどんどん遅れていく可能性が高いってこと。そうですよね。なんか最近こう年金、昔なんか多分60歳とかで受け取ってて、うん、今65歳とかになってますよね、うんうん、そうそう、なんかでも私たちの世代がどん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 こう、ね、下の子とかもっと70とか75とかなっちゃうのかなみたいな、うん、70にはなるんじゃないかな多分ねーって思った時に、確かにこの25歳の会社員の方が、え、私たちがその年金を当てにできないわみたいな気持ちも分かんなくはないなと思っちゃうんですけど、うんうん、当てにしていいよとはちょっとね、とてもじゃないと言えないからでも払わないよりはいずれもらえますってなりますよね。そう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 、もらうとして、うん、なんかよく聞きますよね、年金月いくらみたいな、うんうん、あれ平均で年金ってどのぐらいもらえるんですかね。平均がね、うん、まあ、正直ね意味ないのよ、その、うん、
たくさん給料をもらってて、そこから年金払っていた人と、うんうん、全然少なかった人の、これ平均出して将来の見てもしょうがないから、うん、だから自分で確認するんだったら、うんうん、あの年金定期便っていうものが必ず届くから、はい、まあ、それを見てもらって自分がどのぐらいもらえるのかなっていうのは確認しておくといいかもしれない、はい、年金定期便、うん、だからこれ、はい、平均額今ここで聞いて、うんうん、それを当てにして将来全然違ったら困るんですよね。確かにそうですよね、うん、であとはもう年金はねこれ入らないっていうわけにはいかないんで、うんうん、日本にいる以上は、うんうん、まあ、厚生年金か国民年金には必ず入るんで、うん、まあそう思えばこの保険料を安くしたいとかなんとかっていうことに、うん、まあなんか力を注ぐよりは、うん、なんか稼ぎ力をアップする方に、ああ、もうじゃあ稼いでその将来のために貯蓄をしとこうとかとかね、老後のなんか資金とか最近よく聞きますよね、うん、話題で、うん、そう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 、なんだっけ2000万問題でしたっけ、うん、なんかそういうことですか、うん、だからの今なんか資産形成をとかなんとかって言うでしょ、はい、だから、まあ、言いますね、そういうのに力入れた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあだからなんかあのもう一回結論言うと、うん、はい、まあ、できなかないけどそんなに頑張るほどでもないよっていうちょっと答えになってるかな。まあ保険料を安くしたいというよりは、まあ、稼いだ方、稼いで貯蓄して、うん、そうそう、貯蓄して金に当てた方がいいみたいな、うん、分かった。じゃあ一応結論言うと、はい、4、5、6月にあんまり頑張りすぎない方が年金は安く、保険料は安くなる可能性があるけど、けどそういう細かいところで頑張るよりは違うところに力を使った方がいいよっていうような感じでいいかって、うん、はい、そうですね、一応私初めて、はい、4、5、6で決まるってこと、うん、あと7月以降に残業っていう、はい、ことですよね、はい、はい、わかりました。25歳の会社員の方ぜひね、うん、前向きに頑張っていきましょう。そうですね。はい、先生ありがとうございました。はい、はい、ということでこの動画では働く人、これから働く人、経営者、人事労務担当者、そして社会保険労務士を目指す方にとってお役に立つ情報を発信してまいります。